でーす。はい、ということでですね、サムネの感じちょっと重いなーみたいな感じを思ってる方いらっしゃると思うんですけど、そんな重くはありません。はい、私の気持ち的にも。はい、ということですね、ちょっとあとちょっとで出かけないといけなくて、ちょっと準備しながらちょっと話させていただくんですけど、あれ入ってないよね電源。なんか4日間連続ぐらいでマジで朝から夜まで仕事が入ってて、ベアちゃんたちをねずっとお留守番させるのかわいそうなので、今実家に預けてます。あさってぐらいまでベアと会えないです。悲しい。会いたいんですけど、ベアたちほら動画回しても全然来てくんない。悲しい。ということで、サムネにもある通り、知ってくれてる方はいると思うんですけど、この間、ツイッターの方でね、殺害予告みたいなのをされてるスクショを載せたんですよ。で、度が過ぎてませんかみたいな感じで、正直なんかツイッターだったら、結構殺害予告とかは、結構何度も来てるんだけど、なんか最近なんかわかんないけど、すごいひど、なんか多くて、普通になんかもうめっちゃバッと入ってるとか、ほんと病んでるとかじゃなくて、ほんとにやめてくださいっていう感じでツイッターに載せたんですよ。ツイッターのフォロワーが結構インスタより少ないから、まあそんなあれかなと思ったら結構バズっちゃって、すごいファンの方がね、心配してくれて、大丈夫ですかみたいな言ってくれたんですけど、気持ち的には、殺害予告をされて、いい気持ちはしないけど、正直なんかもう、あれって言ったらあれだけど、あれだけじゃないから過去にされてるのが。でも結構本当に警察に相談した方がいいですよとかすごい言われるんだけど、確かに本当にそうだなと思うんだけど、でもその送ってくる人たちに毎回警察に訴えますよみたいな DM を送るんですよ。そしたら絶対逃げるのね。アカウントを消して逃げるから、いたずら程度の気持ちなんだろうなって感じで送ってくる人たちは。しかも、そういうのを載せるじゃん、私が。そしたらまた被害者ぶってるとか、いちいちそういうの載せんなよ、みたいな。自分が撒いた種だろ、みたいなこと言われるんだけど、殺害予告をされるまでのことは私しましたか?みたいな感じだよね。私からすると割と。そこまでは言い過ぎなんじゃないって感じ。もし、それでなんか、例えば、ブスとか、だったら、まあまあまあ、わかるよ。けど、殺害予告をされるほど私はそんなやばいことをしたかなと思って。でも今回が、日付を言われたのが初めてだったの。何日何日に殺しに行きますみたいなやつがあったから、さすがにちょっと怖いじゃん。4月2日みたいな。怖みたいな感じなの。しかもね、そのアカウント、私のことフォローしてるわけ。めっちゃファンじゃんみたいな。めっちゃファンだよね、絶対。しかも、テディとベアの名前も知ってるしさ、TGC 出ることも知ってるしさ、絶対ね、私の視聴者なんだよ、絶対。この動画も見てるよ。絶対に、絶対に、絶対に。ねえ、なんか、めっちゃ大丈夫ですかみたいな。心配をかけてしまって、ほんと申し訳ございません。でも、結構、クリエイターの友達とかも、殺害予告されたことあるとか、そういう子が結構いるんだけど、殺害予告って、やばくない?普通に考えて。そこまでする?どんだけ人生楽しくないんだろう。本当に、やめていただきたい。し、なんか、まあ、こうやって、私、あんま、人に相談しないタイプなんですよ。そういう、なんか、相談して、した方がいいですとか、友達とか、彼氏とか家族とかも、いろんな人に相談してください、みたいな、言われるんだけど、心配をかけちゃうじゃん。なんか、ただのおふざけで送ってるのかもしれないし、そう思うと、アンチすごい来たりとかしても、殺害予告とかされても、誰にも言えないって言ったらあれだけど、心配をかけちゃう方が、うちからしたらすごい、申し訳ない気持ちになって、なんか、周りとかにあんま、殺害予告されたんだよねなんて言ったらさ、もしじゃあ自分が友達とかに殺害予告されたんだよねなんて言われたら、もう毎日毎日心配になっちゃうじゃん。だからそういう心配とかもね、なんか迷惑になっちゃうからさ、そんないろんな人に相談できるわけでもないからさ、怖いけど正直なんかどうすればいいかわかんない。だからやめてほしいって感じ。ふざけてもなんか殺害予告何日何日みたいなやつは本当にやめてほしい。なんかこうやって私結構おふざけなんだろうけどとかこう言ってるけど、正直4月2日怖いもんね。殺されないんだろうって思ってるけど、自分の中でも。わかんないけどね。本当に殺されるかもしれないけど。けど、正直怖くない?4月2日めっちゃ。命日になるかもしれないんだよ。でも、メンタル的にも病んでるとかじゃないから大丈夫なんですけど。最近なんか多分一人でいるのがすごいなんか嫌で、いろいろ考えちゃうじゃん一人になると。だからなんか痩せた原因とかでさ、私さすごいどんどん痩せていきますみたいな話してたんだけど、なんかそれも正直本当に多分食欲がなくなったのと、食に対して興味がなくなったっていう、食べないと食べないと、わあもう食べないともうやっていけないみたいな考えじゃなくなったのもあるんだけど、最近本当に一人でいるとなんか食欲がマジで湧かないの。食べようっていう気になんないのね。
でも友達といるとこうバク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 いっぱい食べれるんだけど、撮影終わって一人だし、こうやって動画撮るのも一人だから、結構一人の時間が多いわけよ。毎日毎日友達に会うわけでもないし、ずっとね一緒にいるわけでもないし、人と。そうなると一人になっちゃうと食べる気が全然起きなくて、だからもうほんと誰にも会わない日とかはマジでもう R1 とかで終わっちゃう時とかあって、最近これ気づいたんだけど、なんか一人でいると食欲が湧かないことに気づいた。だからなんかいろいろ考えちゃって、なんか食べる気になんないんだよね。それも痩せていく原因の一つだと思うんだけど。でもなんかさ、めっちゃ TikTok でなんか作り話みたいなのをされてて、なんか拒食症でなんか生理も止まってみたいな、本当に危ない状況みたいなことをすごい書かれてるんですけど、あの全然本当に生理も今来てるし拒食症じゃないないです本当に。でもなんかさ、最近すごい傷つく言葉があって、なんか痩せすぎて気持ち悪いですみたいな、昔の方が好きでしたみたいなこと言われると、言わなくてええやんじゃないそれって、すっごくなんか痩せすぎてなんか見てられませんとか、なんかすごい来るんだけど、すごい言わなくていいよねそれって。自分もだってさ、めっちゃ痩せたくて痩せたわけじゃないし、そういう言葉は最近ちょっと傷つくかもしれない、すごく。だから私は何が言いたかったって、そう、しかもね、その人多分スクショしたんだけど、中町彩とかいろんなところで検索してんのね、この人。なって打つとすぐにこうやって出てくるけど、ガチキモいとか、なって打ったら中町彩キモい、うざいとかめっちゃ出てくるの、わらみたいな送ってきたりとか、ゲップすんだよ、菌移りそうになるみたいな言ったりするの。多分相当あやの動画とかを見てる子だからあれなんだけど、そう、マジで何日何日みたいな、そういう撮影報告みたいな本当やめてほしい、マジで。正直なんか多分自分はもうなんかあんまストレスとかを感じないタイプだから、なんか本当に極度に病んだ時とかしかストレスとか感じないからあれなんだけど、こういう一つのなんか嫌だなーってちょっと思ったこととか、意外と私結構体に来たりするから、結構ストレスになったり勝手にね。何の洋服着ていこう。はい、ということですね、準備が終わらせていただきました、ありがとうございます。ということで、今回この動画で何を言いたかったかっていうと、精神的、メンタル的には大丈夫でございます。すいません。心配とかね、させてしまって、ほんとすいませんでした。まあ、メンタル的には大丈夫かって言われたら、なんかまあ、嫌な気持ちになるけど、でも全然はい、大丈夫です。なんか動画を止めるとか、動画投稿やめますとか、そういうのはないので大丈夫です。あとは、まあそういうね、もう度が過ぎたアンチとかがね、あったりすると、私 DM 返したりするんですよ。警察に言いますとか、言ったりするんだけど、そうすると、すいませんでしたみたいなことが結構あるんですけど、面白半分っていうか、ふざけ半分で YouTuber の子とかにそういうのを送るのは、ね、今ね、こう見てくれてる子たちはね、そういうことをしない子ってわかるんですけど、そういうのは本当にやめた方がいいです。てかやめてください。私のその応援してくれてる、今こう見てくれてる人たちは絶対そういうことをしないって思ってるんですけど、送らないようにお願いします。で、もう精神的にあやちゃんも来てると思うみたいなことをすごい言われるんですけど、全然なんていうの、自分は周りに恵まれてるので、こういうなんかちょっと嫌なことがあったりとか、そういうことがあったら友達とか相談できるし、家族にも相談できるし、相談するところがたくさんあるので、なんかメンタルがもうめっちゃじゃあもう下がってもう何もできないみたいなことはないので、その友達とかのおかげで私はなんとか頑張ってメンタルもケアできてるし、崩れちゃいそうとかファンの方がすごい心配してくださるんですけど、そういうのは本当に私はもう本当友達のおかげでメンタルケアっていうの、なんか友達だったら私結構ああ楽しいって なるタイプだから、本当友達のおかげで頑張れてるので、友達とあとファンの方のおかげで頑張れてるし、なんか DM とかね、本当はなんか閉じた方がいいですとか DM 見ないようにしてくださいって言われるんだけど、応援してくれるメッセージを見ると私も本当に超元気出るし、うわマジで頑張ろうって思えるから、そう DM って開かないとさ、その内容見れないじゃん。だからこう開いたのがたまたまアンチだったとか殺害予告だったとかがあるから、そう目に入っちゃうんだけど、私はもう本当に基本だからあんまそういうのは見たくないけど、やっぱ応援してくれてるファンの DM が見たくて、そう DM 閉じるとかはしたくないし、コメントとかも全部見たいしっていう感じで、そう DM とかも見ないようにしてくださいって言われるんですけど、 DM は見ます。私もこれは本当に自分のその友達と同じ感覚で、ファンの方からの DM で私はもう成り立ってるというか頑張れてるので、毎日毎日ね DM とか送ってくれて本当にありがとうございます。本当にね、本
当にね、これね前にも言ったことあると思うんだけど、元気の源になってるのでこれからも送ってくださいって感じです。はい、なので殺害予告は多分今回のねツイッターで載せたこの殺害予告は多分面白半分でやったと思うんで、アカウントとかも消したので大丈夫だと思います。でも念のためね、4月2日はなんかちょっと誰かといるようにしたいと思います。皆さん本当心配かけてごめんなさい。もう今後は殺害予告とかね、なんかあったりしてもツイッターに載せたりとかインスタに載せたりとかわざわざしないんですけど、今回はなんかちょっとツイッターだったら大丈夫かなと思って、軽い気持ちって言ったらあれだけど、そんな見られないかなと思ってちょっと載せちゃったんですけど、もう今後はそういうのを載せたりもしないので、載せてもらえるんだと思ってふざけでまたこうそういうのを送ってきたりするのはやめてくださいということでですね、こんな感じで終わりたいと思います。バイバーイ。The people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If I said it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real.